三次アニバーサイダー。はい、おはようございます。竹下敦です。今朝ね、家の、向かって左側にあるところにね、お花が咲いていたんで、それを、仏壇に備えたんですね。で、父の、仮仏壇みたいなものがあるんですけど、そこに私がいつも飲んでるコーヒーとコーラを混ぜたものを置いておいたんですが、しばらく何日ぐらいかな、3日ぐらいかな、置いたんですけど、結構ね、キャラメル成分みたいなものが固まっていて、洗うのが大変だったんですよ。ということは、この自分が飲んでるこのコーラと牛乳を混ぜたものはやっぱり体の中にね、それだけ溜まっちゃうんだなと思うとね、なんだか怖くなりました。それでも飲んじゃうんですけど、できるだけ、お水やお茶を飲みたいと思っています。はい、竹下敦でした。